がちょうど日本の近くでぶつかり合ってるんですね、はい、でこの低気圧は低気圧っていうものは発達するときは必ず冷たい空気と暖かい空気が転換するときなんです。ですから冬から春にかけての今のタイミング、まさにこの3月が一番低気圧が発達して日本付近にやってきやすい時期というわけなんですよね。ですのでこの低気圧の影響でまず低気圧が近づいてくるときこんなことが起きます。風がこう発達しますから強く、で低気圧の周りというのは時計の針と反対回りに風が吹くので低気圧がやってくるときというのは南風がこう南の方から吹いてくるというわけなんですね。ですから今年まだ近畿地方では吹いてないですけれども、強い南風がこの時期一番最初に吹くと春一番って言いますよね。で春一番って言ったらキャンディーズの歌をね想像してなんかこうあの歌のイメージだとなんか暖かくていよいよのほほんとした感じですけども、実はもともと春一番っていうのは暴風警報の意味合いなんですよ。はい、あの漁師さんたちがこの時期強い南風が吹いて大きな影響が出たり被害が出たりするから気をつけてくださいっていう意味で危険だっていう意味で使っていたもの、うん、ですから春の厄介者がこの強風春一番というわけでもあるんですね。で南風が強く吹くと近畿だと、まあ、大阪あたりだと南側に紀伊山地があります。紀伊山地から南風に乗ってやってくるものが花粉なんですよね。はい、暖かくなって風が強くてで山の方から吹いてくるとやっぱり花粉も飛んでくるということでこの2つの系がやってくる。そういうあれがだから北風だったらこっちに飛んでこないわけ。大阪あたりではそうですね。逆にあの和歌山とか南の方は北風が吹くとまた飛んできます。はい、もう発生源がどこにあるかなんですよね。でこの低気圧がじゃあ東の方に抜けていくとどうなるかというとこうなります。西に高気圧、東に低気圧でいわゆる西高東低ですよね。でこういう時というのはこの低気圧に向かって北風や西風が吹いてきますから大陸の方から黄砂が飛んできます。低気圧の後ろにこうなびくようにしてこう黄砂がやってきたわけですね。それが3つ目の西で西高東低ですから暖かい南風が吹いた直後に今度は冷たい風が吹いてきて寒くなりますので寒暖差、4つ目の系がやってくるというわけなんですよね。はい、全部この低気圧が一つのきっかけで引き起こされているわけなんです。でもちろんこの低気圧があの発達しなくなる春の空気だけが強くなってくると4月ぐらいになってくるとそういうことは少なくなってきて、まあ、のほほんとした雰囲気になるんですけども、ちょうど3月から4月にかけてというのもこういうことが起こりやすいですからね、天気予報気をつけて見ていただいて危ないということを、ね、対処していただければ OK。 中国で系が来た。今日は2つで、ダジャレ2つでお伝えしました。では、明日、明後日はどんな経営がやってくるのか、今日の週末のお天気を見ていきましょう。明日ですけれども、昨日までの予想では雨が降らないかもという方向にしていたんですが、また今日の予報で来るかもというふうにぶれてます。ちょっと予報が難しくなっていて、今のところ近畿の南の方の地域で午後、にわか雨があるかもと思っておいてください。ただ日差しの出る時間もあるかもしれなくて、気温はやや高めです。最高気温は朝は低いんですが最高気温は高め、明日も寒暖差が大きいですからね、一つ目の件に気をつけてください。で、明後日は晴れて暖かくなります。花粉が飛びますということで花粉の件にも気をつけていただきたいところです。以上、週末のお天気。